はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日はね、小田無道さんの運勢を見てみたいと思います。先日ね、お亡くなりになられました。ご冥福をお祈りいたします。まあ考えるにね、小田無道さんって結局何だったんだろうなっていうね、ことを思いました。じゃあちょっと運勢見てみようということで出してみました。パッと見た瞬間、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、スケベの始まりは小平義雄、そして大ボラ吹きの始まりは織田無道。さあ寄ってらっしゃい、まあそういうような感じでございます。もうあそこまでね、もう大ボラ吹き、大ボラを吹いていただければもう感服しましたと、恐れ入りますみたいなね、まあそんな感じですよね。だから何事にもそのほら吹く時もね、徹底してやっちゃうっていうね、そういうような、ことでね、もう規制とはったりでね、やっぱりやってきたんだなっていうね、まあ見た通りですけどね、だからまあ時としてね、今そのこういう配置を天体配置してるんですがね、まあ大きな権力っていうね、そういうような意味にも取れます。大きな権力って何ですかということになるとね、まあ例えば家臣将軍ね、家臣将軍、三国志の前半の方でね、出てきます。まあ結局ね、妹が可愛かったね、それにくっついてって、持ち前の規制と張ったりでね、ぐんぐん出世して、将軍となったわけです。まあ、お妃様のお兄さんですからね、もう出世もできるわけですけどもね、それをフルに活用したと、大出世をしたと、で権力を握るまでになったと。織田無道さんがね、もし家臣将軍だったら、まあそうだっただろうなっていうね、思います。ただね、根回しだとか、あるいは何か狡猾だとか、そういう振る舞いですよね、ちょっとずるく立ち回るとか、そういうような、ね、ことが足りないがために、長女たち宦官にね、の陰謀にはまってしまって殺されてしまいました。ですからね、まあ上手はないですよね。もう肉もバンバン食べてね、ランボルギーニカウンタックかなんか乗ってね、肉食べていいんですかみたいなね、性欲は人一倍強いみたいなね、こと言ってみたりとかね、そのじゃあお坊さんじゃないですか、ないじゃないですかみたいなね、そんなやり取りでね、お茶の間でを騒がせていましたけどね。ですからまあ除霊騒ぎね、除霊とんでもない霊を除霊しますみたいな、鳴り物入りでこうね、乗り込んでってね、除霊をするというね、まあらしいなと、いうことで、心霊写真も合成で作ったんじゃないかってねいうことでね、まあ一時ブームになって、まあ本人も出過ぎたってね、後ほど言っておりますけどね、まあそういったことでね、非常にかなりインパクトの強いね、やり方で、一時期をね、彩ったということですよね。まあ芸能人としては非常にいいでしょうね、こういうような感じはね。お坊さんとしてはどうなんだろうなっていうところはありますけどね。まあお坊さん、まあ生臭坊主みたいなねことですけども、まあでも何か宗派をね、
買い占めようとして、ね、まあ、結局目的なんだって言ったら権力握りたいっていうことですからね。家臣将軍になりたい、じゃあその宗派をなんか買収しちゃいましょうみたいなねそれで懲役食らったりとかね、して、大変でしたけどね、まあ根回しをするとかね、何か頭を使うとかね、人に頼んでやるとかね、まあ、いろいろこう合法的なやり方でねやればいいんですけど、この方はまあそういうやり方はできないと。もうやり方はもう直でね来ますんでね、買い占めちゃうぞみたいなね、あの乗っ取っちゃうぞみたいなねあの感じで来ますんでね、足元をすくわれるということでしょうね。お酒もガバガバ飲んでましたしね、暴飲暴食もまあしてたでしょうね。まあ大腸がんになっちゃいましたけど、まあ当然だなみたいな感じはありますけどね。そんなようなことで、一時代が過ぎたなっていうね感じはします。まあでもこの方、女子供には非常に優しい方なんでね、まあ外に出れば大暴れするけど、女子供には非常にね親切で優しい方だったんでね、まあそういう独特なキャラクターに、ね、なっていったということだと思います。まあとにかくね、まあご冥福をお祈りいたします。それではチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではさよなら。